します。漫才頑張っていきましょうよ。相方後悔してることとかある？ああ、学生時代好きな子を呼び出して告白したかった。それ俺もやりたかったな。本当？じゃあさ、今から一回やってみて、二人でその後悔晴らそうぜ。さすが相方、話が早い。腐っても相方です。急に呼び出してごめん。全然いいんだけどさ、話って何？実は前からみゆきちゃんのこと好きでした。実は私も。本当？いや、こんな私と付き合っちゃダメ。なんで？私少し変わってるし。そこが君の魅力。親すごい厳しいし。そんなの関係ない。言ってなかったけど、パーン！撃たれた。アメリカに喧嘩売って国際指名手配犯なの。それでも好きだ。甘酸っぱい。甘酸っぱいだおい。本日選ばれましたナイスなアマちゃんは。お。はい。エントリーナンバー2662番、サンツボ。ダブルでしょ。アマチュアで決勝行ったとこもありますから、ガチの勝負ですから。去年あのアマチュアで準々決勝まで行ってるから。それが僕らの同期で。あ、そうなんや。そうか。なるほど。じゃあもう彼ら彼女らもナイスアマチュア賞取って、それで準々決勝まで行ってるから、ちゃんと階段はできたね。はい。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。その辺はどうです？いやもう最高ですね。去年 の同期の青天サンティっていう、まあ、準々決勝まで行ったコンビも、うん、ナイスアマチュア賞取ってから結構行ったので、うん、あ、いいな、羨ましいななんて思ってたので、うん、すごく嬉しいですね。まさか本当に切れるとは思ってなかったです、うん、そうですね。ちょうど大学でお笑いをやってるってこともあって、帝京大学に在籍してるんですけど、はい、その後輩たちも多分応援してきてくれると思うので、はい、そこを、まあ、なんとか2回戦も勝ち上がって帝京大学の名前を広げたいと思います。はい、はい、帝京魂。帝京魂。